こちら浦安情報局こちらの時間です。梅雨の季節を迎え、すっきりしない天候が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。この時期のジメジメした気分を癒してくれるのが紫陽花の花。紫陽花は七変化とも呼ばれ、開花からの時期や土の性質によって微妙に色彩を変化させる花。市内の公園や街路で見頃となってきました。紫陽花とともに梅雨の季節に思い浮かぶのが、その名も梅雨草。道端や空き地の草むらなどの雑草で、青く可憐に咲く花がよく目につくようになります。漢字では梅雨草と書くのですが、私には梅雨の時期から咲き始めるので、梅雨草の方がぴったりくるような気もします。皆さんはいかがでしょうか。さて、今回のこちらは市内の話題をお伝えした後、梅雨の季節の快適な過ごし方など、ご覧のラインナップでお送りいたします。ではまずは市内の話題からです。ご覧ください。6月2日にはヘルシーライフカムカムフェア。これは市民に歯の健康の大切さを知ってもらうために、浦安市や浦安市歯科医師会などが主催しているものです。まずは歯の健康標語の認証作品の表彰式。この標語は毎回多くの方に応募してもらい、優秀な作品を表彰しています。今回応募があったのは各最高の573点。その中から選ばれた最優秀作品は80/20噛める我が歯に感謝状でした。会場にはさまざまな歯の健康ブースが並びました。こちらは虫歯菌・歯周病菌観察ブース。唾液を取って口の中にどれだけのばい菌がいるか、モニターで見ることができました。歯垢チェックとブラッシングのブースでは、正しい歯磨きの仕方を学ぶことができます。歯科検診・矯正相談には多くの方が参加しました。毎回多くの子どもが受けるフッ素塗布、この他にも噛む力を判定するブースや、噛み合わせのバランスを判定するブースなどがあり、多くの方が歯の健康に関心があることが伺えました。年をとっても自分の歯で食べられるようにしっかりケアしましょう。同じ2日には郷土博物館で美味しいあさり丼風化し作り。およそ24人が参加した郷土料理教室です。子供だけのグループ、家族で参加のグループ、大人だけのグループ、5つのグループに分かれて料理の開始です。まずは貝むきから。貝の剥き方を教えてくれたのは堀江地区の藤井の会の皆さん。浦安で漁業が行われていた頃に覚えた技を教えてくれました。参加者のほとんどが貝むきは初めて。婦人の会の皆さんの早技のようにはいきませんが、しっかり教わりながら貝をむきました。今回用意されたアサリは愛知県産の粒の大きいもの。これは初めての人でも剥きやすいようにと選んだそうです。とにかく怪我だけはしないようにと注意を受けながらの作業。子どもたちは積極的に貝剥きにチャレンジしていました。さすが覚えの早い子ども。いくつか貝を剥くとすぐに上手に剥くことができました。貝むきが終わったら、むき身を水でゆすぎ、水気を取ります。続いては、包丁を使っての調理。長ネギを斜めに切ります。家族で参加した親子は、お母さんの手を借りながら、子供もネギを切っていました。アサリ丼を作るのと同時に、アサリの味噌汁、風化しも作っていきます。アサリが煮立つ間にアサリ丼のタレ作りです。
醤油や砂糖などを入れてかき混ぜます。ちょうどいい味になるように味見もします。アサリが煮立つと口が開いてきます。本当だ、ね、するとアクが出てくるのでそれを取ります。アクを取ったら味噌を溶かします。ダメダメ、みんなお味噌流したら下で固まっちゃう。お玉の上での作業は子どもたちにとって少し難しいようです。味噌の量がちょうど良いかこちらでも味見。ちょっと熱かったようです。風化しがほぼ完成したら先ほど用意したタレをフライパンで煮立てます。煮立ったらアサリとネギを入れ、さらに溶いた卵も入れます。やめてください、やめてください。部屋の中は食欲をそそるいい匂いが漂い始めました。ご飯を丼によそって完成です。グループごとにいただきます。みんな美味しそうに食べていました。参加した人はアサリの剥き方を初めて知った、浦安とアサリの歴史を知ることができた、アサリは調理の仕方で味が変わることを初めて知ったなど、京都料理を作ることで様々なことを学んだようです。さらに郷土博物館では企画展浦安の風景画展も開催していました。これは浦安の風景画で上野国際美術展で入選するなど、浦安の四季折々の美しい風景を描き続けた金子権蔵さんの作品を展示したもの。浦安の情景を写したモノクロの写真はたくさんありますが、この風景画は当時の色彩をそのままにした絵画です。現在の風景と当時の風景を見比べることができたこの企画展、金子権蔵さんの作品は浦安市インターネット美術館で見ることができます。浦安の昔を描いた素敵な作品、覗いてみてはいかがですか。6月3日には堀江猫座根地区を結ぶ新中橋の開通式。市では平成22年から境川小橋の架け替え工事を行ってきました。新しい橋の名前は地域住民の方々から応募をいただき、地域の自治会役員を中心にした名称検討会で選定し、新中橋に決定しました。渡り初めの前に猫座根3、4丁目の自治会長、堀江2、3丁目の自治会長が橋の両端にある名称板の除幕、そして市長をはじめ県議会議員や市議会議員などによるテープカットです。渡り初めでは橋の両端から堀江猫座根の自治会長を先頭に両地区の夫婦三代が続き渡ります。橋の中央では自治会長同士が固く握手。この橋が両地域を結ぶ絆の架け橋になるようにと思いを込めました。地域住民の渡り初め。続いて救急車両が橋を渡りました。新中橋はこの日から歩行者と自転車の通行が可能に。なお自転車以外の車両は7月1日から通行できるように準備を進めています。6月6日には日の出幼稚園で交通安全教室。まずは市の交通安全課の職員から交通安全についてのお話。交通ルールを守らないとどうなるかな。交通事故にあって、ね、怪我するだけ。交通ルールをしっかり覚えて命を守るようにと話しました。
続いて信号機の模型を使い信号機の勉強です。何用信号？青か。歩く人のための信号。ここでチーバくんの登場です。チーバくんは横断歩道の渡り方を実演。しかしちょっとおかしな渡り方をしていました。川かだよね。あとは子どもたちは間違いを指摘。右見て左見て。そうやってないの。全部見てないよね。全部上げてないよね。それを聞いていたチーバくんは2回目の挑戦では交通ルールをしっかり守って渡りました。それに続き子どもたちも右左右を見て車が来ないのを確認し手を挙げて渡りました。何回か繰り返し横断歩道を正しく渡る練習をする子どもたち。年長さん年中さん合わせて183人の日の出幼稚園の子どもたち。ちゃんと話を聞き覚えた渡り方で横断歩道を渡りました。交通ルールは必ず守りましょう。続いては天体ショーの話題です。5月21日の金環日食もまだ記憶に新しいところですが、6月に入りさらに2つの天体ショーがありました。1つは月食。これは厚い雲に覆われ見ることができませんでしたが、6日の金星が太陽面を通過する天体ショーは浦安でも見ることができました。7時半ごろから始まったこの天体ショー、初めは厚い雲に覆われ時折小雨が降ることもあり見ることができないと思われましたが、12時40分過ぎ雲の隙間から太陽を横切る金星の姿を確認できました。前回この金星が太陽面を通過するのを見ることができたのは8年前の2004年。その前になると30年前に遡ります。そして次回はなんと105年後の2117年になるそうです。そんな世紀の天体ショーは浦安でも確かに確認することができました。梅雨というとジメジメベトベトとかムシムシなどなんとなく不快なイメージの反復語を連想してしまいますよね。梅雨という暗きページの暦かな。これは高浜虚子の俳句ですが、本当に暗い気分になってらっしゃる方も多いのではないでしょうか。この嫌な時期を快適に乗り切っていく方法、実はいろいろあるのですね。最近では除湿機能のあるエアコンや除湿機をフル活用することもできます。しかし節電が強く叫ばれている今、電気をあまり使わない工夫が必要ですよね。そこで今回は家庭でできる梅雨を快適に乗り切る方法を取り上げてみたいと思います。まずジメジメベトベトするのが嫌な場所というと台所ですね。梅雨の時期、ほんの少し生ゴミが溜まっているだけで悪臭が発生したりカビが生えたりしてしまいます。古い一戸建てなど密閉性のあまりない住宅ではゴキブリがどこかから侵入してきて台所周辺に住み着いたりします。それらの問題を防ぐポイントは3つあります。1つは生ゴミを放置しない。2番目は水分を残さない。3番目は油分を取り去ることです。まず生ゴミです。水分をよく切り、生ゴミの収集日には必ず出すようにします。部屋の中には溜めないことが大切です。何日か留守にしてどうしても収集日に出せないような時、ちょっと意外な方法があります。冷凍庫に保存しておくのです。生ゴミは汚いと思いがちですが、ゴミになる直前までは食べられたわけですから、すぐに冷凍しておけば
決して不潔ではありません。そうすれば悪臭やカビを完全にシャットアウトできます。またコンポストや生ごみ処理器を使うのも効果的です。市ではまだお持ちでない方が新たに購入される場合、補助金制度も行っています。コンポストなどの処理容器の場合、上限3500円として購入価格の2分の1までです。電動式などの処理器の場合、上限3万円として購入価格の2分の1の補助金が出ます。詳しくはゴミゼロ課にお問い合わせください。次に台所の水分です。シンクをはじめ水回りの水分をきれいに取り除くことは、カビの発生を防ぐだけではありません。ゴキブリを寄せ付けないためにも重要です。ゴキブリは乾燥を嫌い、水分のない場所には住み着くことはありません。しっかり拭き取ることはもちろんですが、換気扇を使って湿気を外に逃がすことも効果があります。換気扇は20ワットタイプですと1日8時間、1ヶ月間使用しても電気代は150円以内、省エネタイプのエアコンに比べても20分の1から30分の1の電気代で済みます。またサーキュレーターや扇風機を使って部屋の空気が攪拌されるようにすると、湿気がよどむこともなくなります。もう一つ梅雨の時期に行っておくと良いのが、水回りやレンジ台などの油分の大掃除です。空気の乾燥する年末よりも湿気の多いこの時期の方が油汚れは落ちやすく、油分を餌にしてしまうゴキブリの発生を抑える効果もあります。続いて押し入れの対策です。梅雨の時期は押し入れの中も湿気を帯びて、布団やしまっている衣類などにカビが生えたり虫食いが起きたりしやすくなります。特に密閉性の高いマンションなどでは湿気がこもりやすく、換気を欠かすことができません。押し入れは左右を開けておくと空気の流れができて換気効果が高まります。また布団などの下にはすのこを敷いて下に空間を作っておくことも効果的です。靴箱も梅雨の時期は要注意です。靴はどうしても雨で濡れることが多く、十分乾かないのに靴箱へ入れてしまうなんてこともありがちですよね。放っておくと臭いやカビで大慌てということもよくあります。靴箱のある玄関は窓もなく湿気がこもりがちで、靴箱を閉め切っているとカビに育ってくださいというようなもの。除湿には市販の除湿剤が効果的ですが、古新聞や食品などに使われている防湿剤の再利用も経済的な方法です。新聞紙はこのように靴の下に敷きます。新聞紙は湿気を吸いやすく、触って湿りを感じたら交換するといいです。その新聞、もう一度折りたたんでリサイクルに出すことはもちろんですね。新聞紙の丸めたものや除湿剤を靴の中に入れておくのも防湿や除湿の効果があります。これは皆さんも試されているのではないでしょうか。除湿剤は長く用いて効果がなくなれば、石灰でできているため庭や鉢植えの土壌改良剤として散布することもできます。防湿には昔から炭を用いることも知られています。炭には水分を吸い取るだけでなく脱臭効果もあります。また裏技として、洗剤の箱に穴を開けたり蓋を開けたりして入れておくのも、湿気を取り嫌な匂いを取るのには効果的ですし、良い香りのする洗剤を用いると履
物にもその匂いが移り、爽やかな気分を味わえます。浴室も湿気が多く、梅雨の時期は密閉しているとカビが生えやすくなります。カビを防ぐのに有効なのは、入浴の後冷水シャワーで浴槽周りなど特にカビの生えやすい箇所を重点的に洗い流しておくこと。壁に石鹸やシャンプーが付着したままだと、そこからカビが発生しやすくなります。冷水で流すことで原因となるカビの栄養分を取り去るだけでなく、壁を冷却して発生を抑える効果もあります。また湿気を取り除くため換気扇を回しておくことも大切です。長雨が続くと洗濯にも困ります。外に干せない日はつい部屋干しをしてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。部屋に干すと部屋全体が湿気を帯びて気分も良くないですね。カビやダニの発生の原因にもなってしまいます。湿気ていても平気な風呂場に干して換気扇をしっかり回すようにします。換気扇は洗濯物の乾燥も早めてくれます。洗濯物が多くどうしても部屋に干す場合は、換気扇のある台所や除湿機のある部屋で干すようにします。家の中だけでなく庭のある住宅では、雨水のたまる缶や容器、魚のいない水槽などを放置しないなど、外回りにも気を配りたいです。もし雨水がたまっていると蚊の発生場所になってしまいます。蚊は産卵から羽化までの期間はわずか2週間程度。ちょっと油断していると大量発生し、蚊の襲撃に悩まされることになります。近所迷惑にもなりますし、発生源とならないように十分に気をつけたいですね。また梅雨の時期から夏にかけては食中毒にも注意が必要な季節です。食中毒は一年中発生していますが、暖かく湿気が多いこの時期は食中毒の原因となる細菌の増殖が活発になります。特に注意したいのが、鶏肉や牛肉などに付着する腸管出血性大腸菌 O157、O111 などと、カンピロバクターなどの細菌による食中毒です。予防法としては、生肉やよく火の通らない肉料理は絶対に食べないこと。生肉は生で食べる野菜などとは必ず分けて保存すること。生肉を料理したまな板、包丁、手などで生で食べる野菜などを直接調理しないこと。そして消費期限内に食べることなどです。こうした様々な対策だけでなく、積極的に快適な空間を作り出すことによって、梅雨時のジメジメした気分を和らげることもできます。例えばアロマキャンドルで夕食を囲むなんて素敵ですよね。またラベンダーやクレマチス、ローズゼラニウムなど香りの漂う草花を部屋で育てるのもいいでしょう。目でも香りでも楽しめるこうした花を玄関や部屋の窓辺などに置いてみると、湿気を帯びた嫌な匂いをカムフラージュできます。梅雨とはいえ、雨や曇りの日ばかりではありません。梅雨の晴れ間には窓を開け、十分部屋の換気を行うことも忘れないでください。関東地方の梅雨明けは最近20年間の平均では7月21日。まだまだ鬱陶しい日が続くと思いますが、さまざまな工夫でこの季節を快適に乗り切っていただきたいですね。いかがでしたか？今回のこちら浦安情報局こちうら。次回は見せます浦安三社例大祭をお送りいたします。これからもジメジメとした天候がまだまだ続きます。くれぐれも健康管理には気をつけてお過ごしください。それではまた。